日々思うことを語る今日の一言今日は夕方からの稽古だったんですけれども、えー、久々に、えー、全部、えー、三味線の弾き歌いで稽古をしました。えー、全部で、うん、5曲6曲ぐらいありましたかね。えー、久々だったんで え一番最初は「雨の五郎」という、まあ、比較的簡単な曲だったにもかかわらず、えー、歌は出てこないわスカバシはするわ非常にうまいうまく演奏ができなかったんですが、えー、何曲かやってるうちに、えー、一番最後うんと最後には、えー、清本の子守そして、えー、時和の将門なんていうものをもやったんですけどその頃には割とスラスラ、えー、弾けるようになっていた。 えー、でやはりこうお三味線弾くなんていうこともあのやっぱり常からやっておかないとなかなかパッとはできないかなと常日頃の鍛錬というのはやっぱりどんなことでも必要なんだなということをつくづく思いました。えー、でそう思うにつけ、えー、かつて師匠の部屋であった、えー、お三味線弾き歌い あれが、あれは本当に久しぶり、もう本当に久しぶりだったんで、あの基本中の基本の松の緑があんなに下手になってるというのは、ちょっとじくじたる思いがあるので、えー、まあ、機会があったら、また、もうちょっと、えー、ちゃんとした、えー、師匠の部屋というのを皆さんにお見せしたいな、なんてことも思っています。では、また。